千葉ちゃんの競馬人生。どうも、千葉ちゃんの競馬人生、千葉ちゃんです。さあ、本日は視聴者さんと競馬してみたでございます。ただ、本当に視聴者さんが来るのかはちょっと分かりません。昨日思いつきでやってみようかなと思ってツイートして、まあ、インスタのストーリーにも、載っけたんですけど、まあ、本当に視聴者の方と会えるのかはちょっと分かんないですが、しかも雨降ってですね、多分今日人少ないから、そもそも一緒に競馬できるかどうかわからないですが、ちょっとまあやってみようかなということで、まあもし視聴者の方来なかったら、僕が普通に一人でやります。で、まあ、今日はねちょっとその G1 がない週なので、まあ、金額も抑えて楽しくやろうかなということで、一応3枚持ってきました。で、9レース10レース11レース12レース、各5000円の、京都のファンタジーステークスも5000円で、一応僕の本命と視聴者さんの本命とみたいな合わせた馬券を買えればなと思っております。さあね、本日も楽しんでやっていきたいんですけどね、その前にどうですか、パーマにヒゲを今ねちょっと生やしているんですよ。ちょっとダンディーになってきたんじゃないちょっと見た目ダンディー化してきたんじゃない。さあ、それでは視聴者さんは集まるんでしょうか。本日も競馬やっていきましょう。1人目の視聴者さん、合流できました。府中牝馬ステークスの時もね、一緒にね飲みに行ったもんね、はい、楽しかったんですよ。ファンファーレをいや2人でイヤホン半分うんこして青春でしたよ、あれは。楽しかったんですよ。競馬歴ってちなみにどんぐらいなの？2年ぐらい。短いね。短いね。まだ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 です、ね。一番ちなみに大きい当たりみたいな。大きい当たりは、去年のオークス。お。のあれ。リバーティーアイランド、ハーバー、ドゥーラ。ドゥーラ。の3連単。単何円ぐらい？いや、100円だけ。そんな。何倍ついた？おお。2年でそれはすごいんじゃない？いやいや、すごい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 。だって俺めっちゃやってるけど全然なかったよ、そのちっちゃい頃。ごめん、嘘やってないですよ。エア馬券ね、エア馬券、うん、嘘ですよ、ちっちゃい頃のエア馬券は当たんなかったから。好きな馬とかいます？で、いい思いさせてくれた、今はちょっと長い休養中ですけど、ドゥーラ。ドゥーラ、やっぱその3着。ドゥーラとハイタルタのコンビが好きだっていうので。じゃあクイーンステークスも取ったんじゃない？確かに買ってる。おい。逃した。タイミング逃した。あ、好きと買うは違う。シビアだね。いや、買い続けた方がいいよ。100円でもいいから。そうですね。うん、本当に。なんか何となく予想はするじゃん。はい、好きだけど、ちょっとここは来ないでしょ、みたいなさ。予想はするじゃん。でも一応買っといた方がいいよ。安めでも。はい、俺、ペイシャイスそれだから。ああ。いや、きついっしょって思いつつも、ちょっとは買っとくみたいな。気に入りだから。そうそうそう。で、あともう5分ぐらいだよね、多分。うん、ちょっと買いに行こう。ちょっと買いに行こう。東京9だよね。です。じゃあさ、ちょっと本命お互いせーので言おう。はい、せーの、ピュアキアン。よし。え？ピュアキアン何番だっけ？3番。とサンライズソレイル何番だっけ？サンライズソレイルは12番。12番ね。じゃああとは相手はもうお互いの対抗と3列目はちょっともう入れまくるわで 50点買う。これ、うん、そんな、うん、そんなですか。じゃあちょっと時間ないので買っちゃいますね、はいはい、さあ大急ぎで買いました。これそのサンライズソレイユがこのね視聴者さんの本命で単勝何買ったんだっけ。2500円。で俺も2000円で、あ、やばい、始まるで、もうあれさ、もう締め切ってたよね。もう締め切ってたよね。もう締め切ってたはずなのに大急ぎで買ったら買えた。で、僕の本命ピュアキアンと視聴者さんの本命3連それると、僕の、対抗の、ムジェロと視聴者さんの対抗とあと3連単の3列目はもうぐちゃぐちゃにぶち込みまくったぜ。3連それが来ればもう何でもいいわ。3番が来たらめちゃつく。めちゃつく。うん、行きましょう。降ってきたね。ちょっと一瞬下がる。よし、ピュアキアン行け。ピュアキアン行け。ピュアキアン逃げろ。
ピアケ行け。いや、アムールドパリ怖えな。やれ、抑えてねえじゃん、俺。うわ、ピュアキアン。行った。よしよしよし。でかい。サンライズソレイユは後ろだよね。オッケー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 。まあまあまあ、いいんじゃない。まあまあまあ。アムールドパリ入れてないな。いや、俺も入れたかったよ。いや、もう大急ぎだったじゃん。ね、時間なさすぎてさ、ぐちゃぐちゃぐちゃってやっちゃったから。ちなみにだけどさ、俺パーマかけてヒゲ生やしたんだけど、なんか変わったな。あ、何か変わったの。どうですか、女性から見た女性。いいと思う、大人っぽくなった。あ、ですよね。そう、それを狙って外か、一番いい。サンライズソレイユめっちゃ手動いてない。でも待って、ピュアキアンめちゃめちゃ手応えいい。ピュアキアンめちゃめちゃ手応えいい。ピュアキアン。いや、でも外のピンク何番あれ。あれ何番。やばいやばい。あ、ダメだ。サンライズソレイユ、それ言う声。来た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 来てる来てる。あ、や、やばいやばい。ピアキアン、え、なんだ、ちょっと待って、やばいやばい。ピアキアン頑張ってる。アムールドパリ来た。なんだあれ。やばい、グローバー、やばい、グローバーだ。あーあー、グローバーだ。グローバーだ。そっち対抗だったよね。対抗、中学生のパリか。そっち？グローラテサール来ちゃった。え、そっち？あ、これ取れました。これはっきり言うけど取れました。ねえ、取れましたね。これ取れました。グローラテサールだって言ってたもんね。好きって言って、もう同じ2100ウモババで勝ってる。ちょっと時間という壁が俺らの馬券を阻んだな。これはまあ、でもしょうがないですね。僕もでも一人で来てても絶対ピュアキアン本命の対抗ムジェロだったから、俺どっちにしろ外れてんの。俺も全然、俺も問題ない。ピュアキアンが、ピュアキアン3着、うん、でもあれ買ってないもんね、あのアムールドパリ。あ、アームがすごい、どんどんすごい。ありがとうございました。この今ね、肘ぐらいまでしか映ってないからでしょ。肘までにしとこう。結構来てるよね。結構、普通だったら。うん。毎週？いや、それは、毎週は。毎週は来ない。2週に1回ぐらい。まあ、2、3週に1回。だってこんな雨の日に来るって、うん、しかも重賞も2歳ステークスだし、なかなか、うん。重賞のファンファレ好きなんですよ。ああ、またファンファレ一緒に聞こうね。ありがとうね。ありがとうございます。じゃあまた。また。また。うん。じゃあまた、バイバイ。はい、今女性の先ほどの視聴者さんと別れまして、パドック向かってるんですけど、これあれだわ、時間ね、こう視聴者さんと合流する時間がねえわ。どうしよう、むずいわこれ。今から多分またさ、ツイートとかインスタのストーリー乗っけてここにいますって書いても、それを視聴者さんが見て来る頃には多分もう締め切り近づいちゃってる。どうしようかな。どうしよう。何買うんですか。一応人気の戸崎さんと、戸崎と相手がコントラポストの横山さん、コントラポスト和夫、はい、で僕一応本命コントラポストだったんですよ、はい、なんでコントラポストと僕もちょっと視聴者さんの予想と組み合わせて3連単今日買おうと思ってて、はい、どうしようかな。いや、額でかいっすね。なんかちょっと僕普段いいのにごめんなさい。なんかあの普段そんなそこまで買わないけど、はい、動画撮るから。いや、ごめんなさい。なんかいや、これでも当たったらめっちゃでかいっすよね。視聴者さんの一杯ぐらいやりましょう。あ、いや、いいっすね。視聴者さんの本命の戸崎と僕の本命のコントラポストと2列目に僕の対抗の2番と3連単はちょっともうぐちゃぐちゃっといっぱい入れました。これで東京ジュレス行きましょう。競馬歴とかってどんぐらいですか。結構最初に見たのが、
はい、ここだけ映る胸だけ映るオグリキャップの引退レースを中山競馬場で見てますんで。え、有馬ですか？そうです、そうです。え、あれ90年前半です。そうですね、もうだからこれで年がバレますけど別に何歳の時に、19ですかね。馬券は、ああそうだ、この時は観戦メインですからね。そうですね、はい、はい、もちろんですよ、僕も買ったことないですからね。はい、ね、かわいい、別に競馬場行くイコール馬券買うじゃないですか、ね、じゃないですね、じゃないですからね、はい、オグリキャップを見に行かれたと。動物園の、そうですよね、はい、楽しい楽しい動物園ですよ、ね、そうです。じゃあ一番好きな馬とかはちなみに、馬券とかでお世話になったという点では、はい、TM セラオとか、おお、うわ、いいでしたね、あの1年間さぞかし楽しかったでしょう、 TM オペラ王が無双してた、あの2000年、はい、あと相棒の名称ドットと勝ってましたかね。あ、いいですね、さすがキャリアだけは、キャリアえぐいな、中身はないですけど。いやいや、そんなこと言わないでくださいキャリアあれば多分中身も伴ってますよ、はい、ここだからしっかりね、勝ちましょうね、はい、ちょうど始まりますんで、はい、じゃあ17ですね、僕ら、はい、17でいきますよ、いきましょう。17、おっと4が勝ってない、よし、勝ってはいない。17、ビジュノワールいった、いいぞ、2着だぞ。ウィン・リブルマンもいいね。7、うわ、すごい団子っすね。まあまあでも戸崎なんで持ってきて、はい、持ってきてきますよ、戸崎なんで、はい、レガーロデルシエロ、え、早いんじゃない、え、これえ、これさ、え、戸崎絶対行きますよ、これ足溜まりまくり、いや、コントラポストもめっちゃいい感じじゃん、はい、コントラポストが外出した、戸崎、戸崎、戸崎、よし、コントラポスト行った、戸崎、戸崎、戸崎来てる、戸崎来てる、戸崎来た、戸崎来てる、やばい、俺3連単、戸崎2着来い、やばい、俺3連単当たんない、やばい、やばい、やばい、勝ってない、勝ってないのしかいない、俺は、おいおい、お見事だ、あー、俺勝ってない、お見事すぎる、おめでとうございます、ありがとうございます、すげえ、いや、ちょっとお見事すぎるな、僕は全然 3列目一頭もいなかった、いや、もう最高の直線じゃないですか、あれ生まれも取ってんの見事です、しかも点数1点、これが19から競馬場行ってる男の、そうですね、19で馬券買わずに、はい、レースを発行する、経験値が違いますからね、いや、マジおめでとうございます、ありがとうございます、結構いったんじゃないですか、これ生まれんだと何倍なんだろう、ちょっと等数少ないですもんね、5倍、ありがとうございます、乾杯、おめでとうございます、ありがとうございます、いや、マジでお見事、すみません、いただきます、うまいですね、結構飲んでます今日、いや、これ初めてです、はい、何回かやれてます、いや、僕まだ飲んでないです、これ初めてです、うまいわ、パンも千葉ちゃん大好きな、ここには送ってたんで、あ、はい、すみません、ありがとうございました、もう唐揚げもハイボールもいただいちゃって、はい、ありがとうございます、あ、10レースおめでとうございますおめでとうございます、じゃあまた、ありがとうございました、ありがとうございました、ヘオハイ2歳ステークス本命6番の西天です、皆さんの視聴者さんの出資を教えてくださいって言って、視聴者さんが西山一口出資してますって言って
新馬戦単勝勝って2着に負けたんですけど、まあ後々菱山はその一口とかじゃなくて個人馬主の騎士だからね馬ってことが分かって、あれ何の DM だったんだろうっていう思い出の馬、まあアルテベローチョがねあんだけ強い走りをしたからっていうのもあるし、前走のね未勝利もめちゃめちゃ強い内容だったので、菱山本命の対抗のクラスペディア、これもね前走のチョクラ2歳が勝ったエイシンワンドと2戦続けて2回とも2着に入ってるんですけど、初戦が逃げて2着で2回目が、刺して2着で、外あんだけ通して2着ならこっちの方が評価できるんじゃないかなと、オッズ差もあるしこっちの方が面白そうだなということで、ヒシヤマンとクラスペディアで行きたいと思います。中レース一緒に見た視聴者さんと、別れてからあの、まあ、ちょっとちゃんと馬券まだ俺も決めてなかったからで、ここだけ1万円行こうと思ってたから、その馬券を考えてる間にもうあとね 2,3 分で多分始まっちゃうね、あの他の視聴者さんと合流する時間がねもうなさすぎたまたあの視聴者競馬またやります、またやるというか多分声かけてくださった人にあの俺がやりたいタイミングで、えちょ今から動画撮ってもらってもいい、動画出てもらってもいいですかって声かける可能性があるので、またぜひやるので、それは視聴者競馬よろしくお願いします。多分次のメインは京都と東京のメインは、ソロ競馬でいつも通りで行きたいと思います。牛岡フィシアマン頼むぞ、フィシアマンクラスペディア、雨すげえな、めっちゃ降ってきた、フィシアマン、お、クラスペディア行った、クラスペディア行くぞ、あ、押さえてる押さえてる押さえてる、番手行こうとしてる、あと菱山なんかえ大丈夫かな菱山、これ菱山が伸びてきたら俺もう雨に濡れに行くわ、いいよいいよ、きつかなこれ菱山早いかどうかもわからん、いけるよいけるよ、菱山いい、わからんな、いいのか悪いのか全く、いやクラスペディアはいいんじゃないこれ、菱山藤岡前空いてるぞ、藤岡来い、あクラスペディアがやばいか、菱山やばい狭い、なんか外から来て、あダメだこれ、誰だ西山藤岡、あっダメだ、いや戸崎だ、いや2着か、ダメ、4着714、まあこんな雨降ってんのに一番人気やっぱ買うべきじゃないか、まあしょうがないですね。ファンタジーステークスの本命は4番のモズガナスターですね。で相手は6番、あのねもうやばすぎ京都雨が、今日から B コースで、まあ、割と内がそこまで悪くないので、もう外通す差し馬とかはもう絶対無理なんじゃないかなっていう、まあ、仮説のもと、思い切ってもう5枠以降を消そうと思って5枠以降を消しました。でプラスもう刺すとかが多分もう無理な馬場状態、相当能力抜けてないと刺すとかがもう無理だなって考えた時に、じゃあ前行ける馬を買おうと、じゃあ何が前行くのかって考えたら結構それもまたむずいんですよ。なので距離延長してきた馬を狙おうということで、前走 1200m を使ってきた馬で、内枠入った馬っていうのでモズナナスターと、6番、ちょっとごめん名前も忘れたまあまだね KO 杯始まってないんでね、うん、とりあえず KO 杯から行きましょうか。モズナナスターと、なんだっけ、うわまた名前忘れた、当たらんぞこんなんじゃ、名前覚えてない、ちょっと待ってなんだっけ、
4646モズ7。おわモズ7スター逃げてる逃げてる。ハイハイスピードはめっちゃ後ろじゃん。ハイ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 スピードめっちゃ後ろだ。え、めっちゃ後ろだよね。めっちゃ後ろだ。でモズ7スターは最高。もう見やすいし。いやハイファイスピードきついなこれ。いやババ悪いから遅いのか速いかわからんねこれ。遅そうだけどモズ7スターあるんじゃねこれ。もう1000円だけどいいよ単勝だけでも嬉しいよ俺は。今日テーマずれてるからモズ7スター頑張れ。やばい一郎さん来てる。モズモズモズ7モズ7スターモズ7スター粘れモズ7スター粘れ。やばい外から来てるモズ7スター粘れ。赤月あー待って6はどこいる。いるかいるかモズ7スターモズ7スターモズ7あっ負けました。負けた自信ある。いやーハイファイスピード遅れてるからな。どこにいたハイファイスピード。いや惜しかったなモズ7。外だ外のオレンジだよこれ。今だったら勝ってるよ。あー負けてる。雨いかついわ今日。雨いかつい。視聴者さんと競馬してみたっていう企画はまた今日撮る日じゃなかったなまあでもめっちゃ楽しかったわ。また多分競馬旅行とか行った時とかどっか1レースぐらいは、視聴者さんと競馬するみたいなのを企画で今後入れていけたらなと思っております。ってことであの雨の中に行っちゃいます。傘なんかささないんだな傘もなけりゃあれも何もねえけど行きます。やべ、もう帰ろうかな。もう、ちょっと待って。もう戻るわ。もう動画撮って4秒5秒だけど、もう戻るわ。さあ、最終レース、東京買ってきました。もう、めちゃくちゃです。もう、ババも、めちゃめちゃ、雨もすごい降ってる。全場いかついことなってます。相手には7番、ちょ最低人気なんですけど、まあ、なぜこの馬を買ったかというと、もうとにかく前行く馬。正直この、まあ、ウィンオーディオは若干抜けてるとして、2番のムガはもう前走勝ってますけど、めちゃめちゃ人気ない超大穴で勝った馬ですから、そこまでその一気に2番人気に格上がって2番人気は他の馬ももう大敗してる馬ばっかなんですよ。だったらもうどの馬も来れる確率があるってなったら競馬は前行く馬。まあ、正直ワイドで 6.5 倍ぐらいついてたからワイド買えば元取れるんで、ワイド買えばよかったなって今思ってるんですけど、もうなんか意外と自信あるというか、うん、減量騎手乗せてきて、でまあ前走逃げてるんで、前走と同じように逃げてもうスローペースに落としてくれればもう必然的に残る。やっぱ競馬はもうそのめちゃくちゃゆっくり行けばそのもう物理的に不可能なのありますから、能力とかじゃなくてそういうもう物理的に不可能なペースに落とし込んでくれれば可能性あるんじゃないかなということで、馬連17でいきたいと思います。はい、この雨なのでもう視聴者さんとの合流はもう諦めました。お客さんも少ないですということで最初です、行きましょうめちゃくちゃ当てにいってるいや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 、めっちゃいやいいよ全然大丈夫ですよ。もうめっちゃ当てにいってる、めっちゃ当てにいってる。これしかないですもん。まあいやさすがにウィンオーディンは抜けてますよね。もう二人揃ってじゃないですか。もうこれであれですよ。はい。千葉ちゃんの言ってる6番だか7番が来てくれれば。7番です。ほら、みんなで喜ぼう。全あたり、全あたり行きましょう。ちょうど始まる。逃げろ逃げろ。あ、やばい。7逃げろ、7逃げろ。7逃げろ、ちょっと、お前。おい。
お前無理だよ。おい2000。いやもうもうダメだ。ちょっと待ってくれ。1314が76倍だったからそっちとも迷ったんですけどね。ちょまあもう最後方じゃん。させるか。頑張れ。63。いやもう7番どうなってんだよ。いやいやいや、僕はあの3番の位置にいると思ったのに最高峰にいるんですよ。真逆。今日千葉ちゃん、あやばい、どんどん離されてる。後世大丈夫なの？いやこれ後世勝ちますよ。これ後世勝ちますね。え6来るんじゃないですかこれ。6そのまま6来るんじゃないこれ。頼む、ついてって。3位だ。2は来ねえな。2来ない。2は来てんじゃないですか。これ6じゃないですか。うわ3粘るな。3でも6倍ぐらいですよ確か。あ、させそう、させそう。あ、刺す刺す刺す。あ、刺す刺す刺す。あ、刺した刺した刺した。刺した刺した刺した。刺した刺した。刺しましたね。163。あれ3連覆なら結構つくんじゃないですか。いや俺馬ターンも、馬ターンもあるって300円しか持ってないですけど。2飛んだんで2。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、最終レース1着ビリでした。まあ逃げなかった時点でもう、まあ、無理でしたね多分ね。もう東京競馬場で本当勝てない。どうなってんのこれ、東京競馬場。まあしっかり3万円負けましたね、今日はね。まあでも僕調子いいんでね、明日は取り返したいなと思っております。とりあえず一旦帰ろうかな。